はい、はい、始まりました。始まりました。ここです。坂田です。へえ、はい、へえですわ。何ですかそれは。いや、大体これ僕ら撮ってる時夜じゃないですか。そうですね。なんかやっぱでちょっとこう眠なってくるじゃないですか。まあはい、とかまあ平日撮ってることも多いじゃないですか。はい、やっぱちょっと疲れた感も出てくるじゃないですか。はい、っていうのをまあ総合的にこうあって思った時に出たのがへーですね。いいんすかそういう生き方で。ちょっと、そういう生き方でいいんですか。生き方ダメですかね。生き方もしかして君たちはどう生きるか。こんな言い方したことなかった。まあ今日はこういうテーマで、はい、ちょっとやりますのでお願いします。お願いします。あ、はい、変な入りした。始まりました。始まりましたね。何ですか今日のテーマは。君たちはどう生きるか。来た、感想会。感想会ですね。まあ、ちょいちょい僕ら、はい、なんかこういうコンテンツの感想会やってますね。あのカオスゲームとか。あ、そうですね。怪物とか、怪物とかもやって、ワンピースとかもやりました。はい、ワンピースね、もっと跳ねるかと思って。いや本当に、いやあんな考察なかなかないと思いますよ。なあ、全然人気ないな、うん、ちょっとサムネの力不足だったと痛感してます。いやだサムネもかもしれんけど中身も激薄やから。いや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 、なんで逆にあんな魚人差別したらね、炎上とかしないんですかね。いや誰も聞いてないからな。誰も炎上するにも知名度がいいんだよ大体。マジっすか。そういや、というわけで、まあ、今回はその、うん、そういう感想考察レビュー会、はい、大人気シリーズ、はい、大人気シリーズですよ。大人気シリーズよな、これ。君たちはどう生きるか、はい、今見てきましたよね。公開1ヶ月ぐらい、1ヶ月経ってないぐらい、経ってないんじゃないですか。まあ、1ヶ月弱とか、弱か、まあちょうどいいぐらいかな。そうですね。ちなみになんかいろいろ考察系出てるっぽいやん。はい、はい、俺全然見てないのよ、はい、なんか見てる。僕見ました見ました。あ、見た。結構見ました。あ、じゃあちょっとあれだな、あんま被ってるやつとかもし違うやつとかあったらちょっと、はい、言ってくれ。まあ、違うとかないっすよ。そうだった。俺たちがどう見るかっていう話で。いや、すごつく入っちゃってるわ。入っちゃってるわ。じゃあ多分坂田の方がいろいろ感想が濃そうなので、はい、もう俺から先にいろいろ話しながら聞きながらでいいですか。はい。はい。はい、俺も多分ね、あれ多分公開されて3日目、うん、4日目ぐらいに一人で見たんよ。で正直ジブリあんま見てなくて、ね、僕もっす。あれぐらいじゃない、あれまで、ハウルの城ぐらいまで。あー、わかります。それ以降も全然見てなくて、わかんない、ほぼ本当に見てない。あのタイトルはなんとなくわかるけど。僕もポニョぐらいまで。あー、ポニョギリ見てないな。まあでもそうよな。はい。だから逆に昔の「もものけ」とか、はい、トトロは分かる、はい、そう「千と千尋」とか「千千尋」とか分かる。ああ、千千尋ね。千千尋分かる、「羽後ろ」も分かる、はいはい、トナトトも分かるしよ。トナトト分かりますね。風なう、僕あの風なう見てないんですよ。あ、俺も風なう見てない。マジっすか。あの金曜ロードショーとかやってたっぽいのは知ってる、やってたのは知ってるけど、ちゃんと見たことなくて。天ラピオ、テンラピもうっすらしか見たことない。嬉しい。だからあんま分かってないの。ちょっとそれるんですけど、うん、ラピュタを見てないっつったら衝撃が走ったっていうか、うん、そんなことあんのってなって一回。そのなんかまあそれになった場所が、まあ、そのエンタメ関係の職場だったと、うん、いいだったんで あれだったんですけど、いやラピュタ見てないけど、え、そんなにみたいな。マジみたいなって。いやまあな、そういう反応されるのが最近ちょっと怖くて、はい、あんまもうちょっと言ってないんやけど。でもなんかジブリ、そのなんだっけ、どう生きるか、うん、一緒に見に行った君どう、君どう一緒に見に行った、うん、あの知り合いと映画始まる前喋ってて、うん、勤労でやってるけどさ、ジブリってなんか眠くならんっつってて。あ、めっちゃわかると思って。そうな、見れないようなテレビでやってるやつ、
思い出ポロポロとか、あれ見てるやつおらんあれだけはマジで見てる人おらん見たことないもんそれ。あ、やるんだ。見てるやつも見たことない。いるでしょあと豚くれな、くれ豚、あ、まあ、あれもないかなあれもなんかあれもダントツ見ないかも、うん、飛べない豚はただの豚って言葉だけ知ってるんですけど、うん、あ、それも知ってるわ、それだけ知ってるけど、はい、ね、豚は飛ばんやろみたいなね、うん、そうなんや、大体ただの豚やからな、うん、ってなるよね。そうだから、まあ、っていうぐらい、はい、っていうぐらいというか、そう、そもそもあんま見てない、はい、っていうなので、めちゃくちゃ宮崎駿ファンでもないですと。そうですね、あ、嫌いとかでも全然ないけど、はい、でもまあ今回なんていうの、まあそのマーケ、事前マーケットとか宣伝はしてなかったけど、まあ話題作じゃない、それが逆に宣伝みたいな、ね、それが逆に宣伝みたいなんでさ、まあその声優 の、はい、あのサプライズな感じもあったし、はい、まあそもそもやっぱり公開されてから話題作としてたので、はい、映画ミーハーなので、はい、もちろん行きましたよ、はい、行って、結論から言うと、はい、俺は結構おもろかった、はい、おもろかったと思ってて、あのけどなんかあれ結構賛否両論なんでしょ、はい、賛否両論みたいですね。で、まあ、ピがあるのもすごいよくわかるかなと思いつつ、はい、なのでどこが3だったのかを、はい、あの言っていこうと思います、はい、で俺はなんかあのさ、まあ、よくわからん世界し、はい、なんか、まあ、多分多いのが、まあ、まずそもそもあんまりよくわからないし、はい、なんか別におもろなんかよくわからんまま話になってるし、はい、よくわからんみたいなが1個ある、はい、あ、なんかよ、まあ、ツイッターとかで見ました。そうそうそう、見る前批判とかであるじゃん、はい、でなんか別に あれ俺映画に関わらずやけどさ、はい、あれって別にそのよくわかんない世界は別にいいというか、よくわかんない世界はよくわかんない世界でええやん。そう、そうなのよ、よくわかんないことはよくわかんないままで一旦、はいはい、そのまんま進めたらいいかなと思ってるから、はい、全然あれは、はい、俺は違和感なくて、はい、まあ強いて言うならその、はい、だから設定とか設定の違和なんか機械な部分で全然いいよ、はい、もう、はい、なんで鳥が喋るんとか、はい、あれは現実世界になんかどういうつながりがあるとか、はい、もうそういうそんなどうでもよくて、はい、そういう世界やんって言ってて、はい、まあ、一個気になるのがあるとしたら、あのあれってさ、なんかまあ死に近い世界みたいな、あ、なんか、なんか大体7割死んでるみたいな、なんだっけ、そうなんですか、なんか7割死んでるか8割死んでるみたいなセリフなかったっけ、あるっけ、誰がですか、あの行ってさ、あのペリカンに食われそうになってさ、はいはい、あなんか助けてもらうやん、女 の、 子、はい、女の人に、若い時のキリコさんみたいな、若のキリコさんに、はい、であの人が確かここの世界は大体なんか死んでるやつの方が多いからなみたいな、あ、言ってました言ってました、そうで、あ、死んでるやつの方が多いんだ、はい、だからまあちょ一応まあそういう、はい、生きてるものもいれば、はい、死んでるものもいるの、はい、どうやらそういう世界らしい、はいはい、でなんか最初にその、 あのなんかさペリカに押されてさ、はい、なんか入っちゃいけないとこ入ったっぽいとこで怒られるやん、はいはい、なんかあれよ なんとかの墓だみたいな、王の墓だみたいな、忘れてる、え、その死の世界に墓があるんですかちょっと気になったけど確かしかもなんか上に日本語書いてましたよね、そう、日本語書いたし横から回れるんかいみたいな、はい、その辺あるそういうのありつつ、はい、も別にまあ世界としては全然 OK っていうか、はい、もうそういう世界なんだからしょうがない、はい、と思ってて確かにごもっともあとその何だっけ、あの白いゆで玉、ぐで玉みたいなやつがさあ、わら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 そう、ふわーってなと飛んでくの、まあ、あれも全然なんか、まあ、飛んでく上限が腹いっぱいっていうのがちょっとおもろかったけど、あ、なんか臓物をなんか食べてみたいな、なんかそう、あの捕まえた魚食べて、はい、でだからまあ普通に変な世界やったけど、はい、まあ、ちょっとそれを体験したのはおもろかったなと思ってて、はいはい、なんで基本は面白かったですなんで、はい、あの最後のまあだから強いて、あ、だからこれは批判じゃなくて、はい、俺の多分ちょっと解釈が及ばなかったのを、はい、多分よりもしかしたら坂田が解を持ってるんじゃないかってことで、はい、ちょっと何個か聞いてみたいなのがあって、はい、1個は、はい、おばあちゃん連れて行ったやん、はい、連れてきました、ね、あれキリコやったっけ、あれキリコでした、俺おばあちゃんが連れて行った意味がよく分からんくて、確かにっていうのもなんか俺あの最初さなんか入る時さ、はい、あのなんかダメですよみたいな、坊ちゃん、はい、ダメですよみたいな、はいは
俺こんなことまでしてついてくるから絶対このおばあちゃんが最後なんか犠牲になるかわからないと思っていやなんかそのここまで来して来る意味なんかあるんだと思ってたのよ、はい、だから最後なんかのこう鍵になるというか、はい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 、キーマンに、はい、うわなるんだろうな、はい、犠牲になるのかなとか思いながら見てたら最終的にずっとなんかポケットいましたよ、ね、最後ポケットから開いて人形になってたけどなんかおばあちゃん一体によくわからなかったなっていうのが一個で、はい、あとそもそもさあのおばあちゃん人形あったやん。いましたいました。あれちょっとよくわからなかったよ。確かに。おばあちゃん人形はどういうことだったんだ。あのしかも触れちゃいけないとか言われてましたもんね。あそうそうそう。寝てたら周りいて。うん。テーブルの下でね寝てて、はい。なんであんなところに寝てると思う。そうそうそう。これあれどうなんやろうっていうのと。ちょっとさわかるな。わかる。あテーブルの下で寝るのが共感したっていう話で。あそうなん。僕もあの夜明けとかに光が入ってくるじゃないですか。うんうんあのちっちゃいちゃぶ台の下に頭入れますもん。マジですよ眩しいからってこと。はい。これ？あこれです。それに。いやそう。確かにおばあちゃん人形、ね。おばあちゃん人形とおばあちゃんがついてきた意味がちょっとあんまりこう、うん、納得できなしきれなかったっていうのか、うんまあ、ぐらいかな。その構成上気になったというか、俺が理解できなかったところ。うん、ああ。なんかおばあちゃんで言ったら、うん、なんかおばあちゃんが来た方が結構理解がスムーズだった気はしましたね。おうそのというと若キリコが出てきた時に、うん、あこの服どっかで見たなってなるじゃないですか、うんうん、あの車輪みたいなついた、うんうんうん、あれおばあちゃんの服じゃないですか、うん、でだからあのおばあちゃんずっといたから あの人はあの人かってまあくっついた頭の中でなるほど。そんなのとあとあの塔の中で時間も結構溶け合ってるじゃないですか。そうだね だってお母さんいるからね。そうですねお母さんもいますし若い時のキリコ、うんうん、多分あの二人がそのかつて一緒に入ったのかまあそうねそのねあのまあ若い世代の時に入ってて、で今真人が会ってるってそうですね真人が、うん、でおばあちゃんもあそこで行くじゃないですか、うん、あれあの若キリコ単体だったらその急に若返ったんかなとかちょっと僕思っちゃいそうだったなっていうか あの服で出てきて、うん、でそのまあ若キリコが出なければ話はそのどっちも時間軸っていうか入った時の状態でそこでは進んでるっていうのが、うん、その思うんですけどキリコ出てきたらおばあちゃん出てきたらおばあちゃんは若返ってんの何なのってちょっと思ったかもしれないです。あキリコ おばあちゃんと一緒に行かなければおばあちゃんと一緒に行ったから行かなければですね、うん、おばあちゃんと一緒に行かなくてああそういうことね。そうですそうです行ったのになるほどなるほど行ったから一応おばあちゃんはおばあちゃんとしているんだよなって思ってて、うん、じゃあこれを若い時のおばあちゃんか、はいはいはい、がそれ入ってきたんだなっていうのが理解の進みは早かったような気はしましたね。なるほどそうかもしかしたらその効果もあったのかもしれないな。だとしても確かにそうあのおばあちゃんおばあちゃんの方は何もしてそう何にもしてないからダメですよしか言っちゃなかったからでそうですね。で確かに7人いたのがよく分かんないですよね。でもあのおばあちゃんたち全員最初から怖くなかったですか。なんか怖かった。俺まだもう白サギ側の人間かと思ったもん、うん、もうあの最初ですよね。千と千尋のあの首だけのやつみたいな。ちょっとこの言い方をしてない適切かどうかわからんけど、はい、明らかになんか異様というかそうです、ね、タッチと絵のタッチとしてすごくなんか鼻が大きかったりとか、はい、まあデフォルメされすぎてる感じしましたよね。と言ってしまえばそうなんだけど他のキャラが別にそうでもないから、うん、すげえちょっと最初怖かった。なんかむにゃむにゃ動いてるじゃないですか、うんうん、でねなんか荷物バンって置いてた時にさ、うん、なんかわーってこうなんか寄ってきて、はい、ちょっと怖かったですよね。怖かった怖かった。まあ、でも結果あのおばあちゃんたち別になんか害があるわけでもなかった、うん、なかったですね。でもちょっとあれじゃなかったですかその何か秘密は握ってそんな感じしましたよね。あのあっちの世界関連の全員かは分からないですけど、まあ、なんかそのそれこそお母さんが昔、はいはい、なんだっけそのちょっといなくなってたわけやん。で、はい、あのいなくなってた時間に真人たちは会ってたわけやんか多分向こうで、はいはいっていうことがあってるぐらいだから多分なんか分かってはいたんかな。
なんか怪しいというか、なんかそういう事象が理解はしてないけど、はい、観測はしてるというか、はい、私その塔ができた由来みたいなのもなんかおばあちゃん知ってたじゃないですか。知ってたっていう か一発嘘つけたんですよ ね、あの若王子が作ったんだみたいな、はい、大王子なんだっけ、はい、大王子さん、大王子さんが作って、いや実はあれはなんか隕石みたいな、なんか外から降ってきたんだみたいな、降ってきたやつでっていう、何かまあそのあの家より、しかもそのこのなんて言うんですかね、あの家の血を継いだものしか、うん、あの塔の中にはみたいな感じだったじゃないですか、うんうん、でじゃないけれど、そのそれを守る役目みたいな、なんか感じのキャラっぽくなかったですか。あの血を継いでる一族を守ってる一族みたいな、なんか、うんうん、あ、おばあちゃん側が、おばあちゃん側が守ってるかは分かんないですけど、それについてるというか、確かにまあ王族とその家来的な、家来的な、そうです、位置づけではあったような、確かにそうね、ありましたね、うん。あと俺その多分全部さっき言ったさ、ジブリの作品を見てないから、はい、これはちょっともっと本当は深く見れてる人がいっぱいいるんだろうけど、はい、結構加工オマージュあったよね。あ、思いました、思いました、あったよね。だからまずそもそも若キリコなんてさ、はい、めっちゃ千と千尋のさ、あのお姉さんじゃない、あの、あ、行った時に最初にさ、なんかいろいろ世話してくれる、はいはい、ちょっと年上のお姉さんみたいなのおったやん、はい、あの人の感じにすげえ、なんか性格も見た目も含めて、僕あんまそこ思わなかったです。あ、ほんと思ったし、あとなんかカエルバーってくる時とかめっちゃもののけ姫かったのと、 あとあれ、あの王子さんに会う時、あっちの世界でさ、はいはい、会うやん、はい、真人が、はい、なんかでいろんなとこ通って、はい、なんか白い部屋みたいな、はい、あれは完全にハウルのさ、あのおかなんだっけ、王様に会う時、あ、向こう側 の緑豊かのみたいな、そう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 、そうぽかったっすね、ぽかったなとかはあって、まあ多分もっとあるんだろうな。ちょっと俺は階段ダーって上がるとことかもなんかジブリっぽいなと思った、うん、一番最初あの空襲が起きて、うん、あ、階段バーって降りてみたいな、うんうんうん、なんでその這うようにって思いながら、確かに確かに、すごいジブリっぽいなって、そうね、あの辺もなんか這うる感もあったな、ちょっとジブリあんま詳しくないけど、なんとなくあるジブリのイメージっぽい映像がずっと流れてる感じしましたよね。確かにジブリっぽい、だから結構抽象化されてんだろうな自分の中 ですね。私なんかその車みたいに引いてるじゃないですか、最初に人力車みたいな、うん、なんかあの体重かけたらこっちが沈んでみたいな、あの丁寧な描き方っていうか、そうだね、もうこれ見よがしに目の前何回もぐるぐるしてて確かに、あ、やっぱジブリはすごいんだなみたいな、あれジブリ感あったな、はい、でジブリ感で言うたらやっぱそのあっちの世界に行って、うん、その助けてもらって、うん、あの若キリコに仕事みたいな感じで手伝いをするじゃないですか、さばくとか、なんかあの働くためには食うみたいなのもちょっとジブリ感ありませんね。そうね、ジブリ感はなんかジブリっぽいなって思いながら見てて、確かにな。であのお父さんの仕事がさ、はい、あれ多分戦争産業じゃない、あ、そうですね、なんかキャノピーみたいなの作ってましたね、あ、そうそうそう、はい、戦闘機の、はい、なんかあれで、いや、あのお父さんの感じとかも、いや、なんか別に誰っぽいとかないんだけど、はい、なんか、あ、そういう設定か、その一緒にいた人と喋ってたのが、うん、ジブリに出てくるお父さんってなんか全員ヤバくないっていう話になってそれはなんか不正の問題、不正というかなんかちょっと全員なんかさ、ネジヤバいことになってないみたいな、あー、誰がジブリお父さんってさつきとめいちゃんのお父さん穏やかだった記憶があるけど、僕もそう言ったんですけど、いや、あれはあれでやばいからっつってどこがって言うと、あれパッと思い出せなかったんですけど、確かにあのめいがずっとご飯作ってて、あの草壁ですっつって、うん、隣に越してきたから草壁ですって言われた、いや、分かるで、確かになぁ、さつきがあんなご飯作って準備してお父さんもちょっとぐらいやってくれていいのにな、なるほどね、あれはそのあたりはあれかもな、確かにちょっと時代背景だったりとかはありそうだよな、今作の時代背景飲み込まなきゃいけない感というか、あのそのお父さんがお母さん亡くなって1年とかで、うん、多
それが1年後とかにあの疎開してるじゃないですか、うん、火事の後、まあ、妹とは結婚してるやべえけどな。妹と結婚して子供もうできてるんですよね。できてるね。いやそんなさエロスとタナトスの世界なんみたいな。いやそうね、昔はそうだったのかもしれんがって思いながら。結構あれえぐいよな、うん、だからあの死の世界また不思議な世界よりも、はい、そっちの世界かも本当にやっぱ現実の何ですか、ね、えぐみの方がちょっときついものがあるよな。確かにな。私あの300円寄付してやったわっつって、なんか車でブーンってやって、うん、そうねわははみたいな。確かにあのお父さんは結構ちゃんとのお父さんだったな、ね、結構言ってたから。結構でちょっと指導思い出しましたけどね怪物の時の中村指導ちょっと思い出しました。で、あと僕ちょっと割と最初から喋ってもいいですか。ああで、まあその家行くじゃないですか。ああでお母さんに全くすごものすごいよく似てる人だったみたいな、うん、つって、うわみたいな、ちょっとその割と僕らに近い反応するじゃないですか。手当てた時とか子供がいるんだよっつって、うんうんうん、結婚指輪ついててみたいな、うん、うわみたいな、うん、えみたいな。で私あの主人その辺とかはやっぱなんつったらいいんですかね、やっぱちょっと怖いよなあの世界観って思っ、あそこちょっとやっぱこの時代のこの当たり前なのか分かんないですけど、うん、あいや確かに、いやそうね、のグロテスクさをなんかまあ分かる、普通に彼が受け止めてる感じっていうか、うん、であってというのって、まあ、進んでって、あの馴染めなかったとこ学校に、うん、で喧嘩みたいななるじゃないですか、うん、で喧嘩のシーン自体はないじゃないですか。ない、ね、でなんか最初傷というか汚れみたいなついた時に、うん、で歩いて帰ってて、僕あの時ボッコボコにしたのかと思ったんですよあんな似た子供たちを、僕の友達を、結構彼って勇敢というかお母さんの助けに僕も行くよって言って、だしなんかすごい礼儀正しい感じだし、うん、もうボコボコにしたんじゃないかと思って最初歩いててでちょっと怖かったんですよ。そしたらなんかボコンってありえない量の血出てきて、であれがよく分かんなくて最初、うん、今思い返せば多分まあボコボコにされて、それを言うのが恥ずかしいから自分で転んだってことにして怪我したのかみたいな、だとしたら最初の傷のままでいいしみたいな。そうな、まあ、あれもちょっと俺も分からんかったな。あ、うん、そうね、なんか頭の傷がキリコと被ってんのもちょっとよく分かんなかった。確かに一緒だねって言ってたみたいな。であともう一個どっかでなんか同じだねっていうセリフ出てきて、あれじゃない、お母さんが亡くなってるやつでしょ。あ、そうです、お母さんの傷、てかあれキリコじゃないわ、あれだよお母さんだよ、ヒミだよ、ヒミ、ヒミでしたっけ、傷、傷キリコですよ多分、傷キリコか、うん、傷はキリコでお母さん亡くなってるのがヒミだ。お母さん亡くなってんの、ヒミ、なんか向こうのお母さんが亡くなったんだっていうのをマヒトが打ち明けた時に、はい、じゃあ私と一緒だねみたいなのを言ってたから。あ、そうでしたっけ。そう、あ、そうだ、ちょっとここで思い出したわ、はい、そう、あれでさ、要はお母さん、はい、最初は分かってなかったけど、うん、後半は、はい、あれヒミだっけな、言い方、そうですね、ヒミがマヒト、自分がマヒトの母であることを気づいているわけやん、はい、認知してたよ最後って、はい、だってなんかで向こうの世界戻っちゃうみたいな、はい、いやそれでもマヒト埋めるなんて、はい、マヒトに母親になれるなんてみたいな感じで、はい、ってことはその時点ではあのマヒトは、はい、あでその時に気づいてます、はい、けど遡ればマヒトに自分のお母さんは実は死んだんだみたいなことを聞いてるから、はい、あの時点であのラストは、はい、自分はマヒトの母親であり、はい、多分将来死ぬ自分は死ぬんだっていう、火は美しいとか言って、そう死ぬんだみたいなのはまあ理解したわけやんか、はいはい、でなんかでもまあいやでも戻るみたいな、はい、マヒトもねみたいな感じで、はい、まあ最後戻ったから、なんかどちらかというとあれなんかなんだっけ、そうお母さんの主人公感やっぱすごいちょっと感じて最後、はい、あなんか そうですね、それでもやっぱ生きる感っていうテーマにおいては、はい、まあ、もちろん真人は母親を失って大変な中でっていうのはあったんだけど、はい、結構あれって あのあと考えたら、はい、お母さんの
結構そうですね、知ってる情報で、はい、それでも生きるっていう選択って、はい、結構すごい大きい決断、そうそうそう、すげえ精神で言ってんなと思って、はい、でなんか基本さ、なんだっけ、宮崎駿作品って女子がメイン、あ、主人公、そう、あ、そうかもしれないです、ね、基本そうなんだよね。でなんかこれってちょっと正しい、正確な言い方、言い回しはちょっと違ってたかもしれないけど、うん、なんか男だと、うん、要は変な主観が入るみたいなとか、なんかまあちょっと女子、女の子を主人公にするっていう意図的にやってたらしいんだけど、はい、でもまあちょっと今回は珍しく男の子主人公でっていうの中で、はい、あれはあ、でもなんか結局なんかその最後すごいこういろんな情報を背負って生きていく選択をしてる、はい、女の人だなとかは、あ、そうですね、まあ、それがいい悪いとかじゃないんだけど、確かに言われたらそう思います。なんかそう、でも、うん、そうね、あれでもどう、人によっては嫌に映るんかな、やっぱちょっとあ、僕正直めちゃめちゃうんって思って、ああ、でもう そこの話、ああ、結構確信っていうかあれなんですけど、ああ、その一応僕原作見てって、ああ、で原作の話としては、その 原作っていうのか分かんないですけど、ああの小説の方は、まあ、男の子がいて、で彼がまあその日常する経験とかを、うん、あのおじさんに喋ってて、うん、でおじさんがその主人公に、あ、それいい気づきだねみたいな、実はこういうことがあってねとか、その例えば粉ミルクがうちに買われるまでにものすごいたくさんの人の手を渡ってる、うん、例えばその粉ミルクを作ってる人もそうだし、輸出してる人もそうだし、販売員さんもそうだしみたいな。だから結構本当に人間関係もう本当になんていろんな人が関わって人間って生活してるんだみたいな、うんうん、あ、そうだねって、それは経済の用語で言うと生産関係って言ってねみたいな、っていうようなこの世界をちょっと知っていくみたいな話で、うん、その中の一個でその友達を助けるって言ったのに、その怖くて助けられなかった時があって、うん、主人公が、うん、でそれをすごい、あの主人公はそれについて悩み続けるみたいなシーンがあって、はい、で最終的にはまああの打ち上げるというか、うん、ごめんねみたいなことを手紙を書くんですけど、うん、でそのシーンを結構思い出したんですよ。自分で傷つけたけど、うん、彼は言わないじゃないですか、うんうん、でもやっと最後にあの王子さんに、いや僕はそんないい人間じゃないです、うん、嘘もつくしみたいな、で元の世界で帰りますっつって、うん、であの積み木みたいなのってなんとなくこう歴史っぽい感じがしたんですよ。ほう、その僕が見てた時、なんか1日3個詰めとかよく分かんなかったですけど、まあ、なんかね、なんかルールあったよね、ルールはよく分かんなかったですけど、なんかあの世界はあの積み木でちょっと成り立ってる感じ、まあ、そう、一応そうだったよね、そういう説明だったかな、だったじゃないですか、うん、で要はその世界の役割としてみたいな、でこういうことをやりなさいって言われて、うん、できませんみたいな、いや俺は俺のやり方でみたいな、うん、そういう人間でもないしみたいな、あそこで罪を主人公はじめに告白するわけじゃないですか、うん、であれってまあその小説ちょっと読んでたんで、そう結構あ偉いみたいなすごい思ったんですよ、うん、であそこで主人公はいや僕いい人間だけじゃないですっていう、その自分の態度がすごいはっきりするというか、うんうん、でそのここのルールにも従わないというか、このルールっていうのがまあ分かんないですけど、その現実の比喩かもしれないというか、僕らの世代としてはこうやりますみたいなかもしれないですけど、うんうん、であの時にそのインコの大王が出てきて、うん、壊したね、で世界が崩壊するじゃないですか、うん、僕あれが意味分かんなくて、あれを壊すのは主人公であるべきだったんじゃないかって思って、分かる、あ主人公であるべきまでは俺もちょっと、はい、そこまではあのちょっと思考が巡ってなかったけど、はい、俺はそのお前壊すんかいと思って、そうなんですよ、その王はだってそっちがいいんでしょ、なんか、はい、そっちでいたかった人なんじゃないの、はい、って思って、だからあのモチベーションが分からなくて、そうなんですよ、インコの王の、はい、インコワールドをどんどんインコ帝国を拡大させたいみたいな、インコ帝国を拡大したいのかなって一応思ってたよ、はい、あれだと、でなんならだから 王子さん、はい、にもまあちょっと反対勢力というか、はいはい、でしかも真人に継がせることも嫌だ、はい、で自分がそうっていう感じだったから、はい、一応もうシンプルに自分がそれを取って帰りたいんだ、はい、だと思ったよ。そしたら急にガシャンってきてさ、はい、おらーってやった上でさ、はい、なんか剣でバシャンってやってて、はい、どうしたんよって、そうなんですよ本当に
まあ、だから多分その真人ってことは真人とか、王子さんを、まあ、あの件で殺してしまうみたいなことは、はい、多分ダメなんだろうな、はい、やっちゃダメ、ね、ダメなルールが何かしらあったんだろうし、はい、かといって真人に継がせるんだのも、でも真人は別に継ぐっていう選択肢をしてないから、はい、そういや継いでは欲しかったんじゃないですか、多分あのエコシステムを回せるのが真人しかいなかったんじゃないですか、あの塔の中の血縁のあれもあるよね、はい、だから少なくとも次はするが、そのこっちの手中に収めたいみたいな、収めたいというかコントロールか、あくまで、積み木を積み立てる駒であってほしいっていうことだよね、だとしたら最後、そうだからた、そうだから多分あれかも、その一応さ、まあ、強いて敵ってっていう位置づけならあれやん、そう、はい、インコ側やって、はい、あの別に敵でもないんだけど、はい、あのそう構造上、はい、ってなった時に要はラスボス敵側のインコ王が非常にこう幼稚だったのが、そうなんですよね、ちょっとしっくり、あのなんかおお、なんかそんなもんかって思っちゃったっていうのはあるよね、しかもなんか慌てて積み立てるのもよくわかんないそうそうそうそこ駆け足でなんか積んでてそうそうそう、よくわかんなくて、だ僕はそこで壊すのは主人公だべきだと思ったのは、その自分のやったことっていうのをあそこで認めたわけじゃないですか、うん、自分傷をつけるっていうのを、そうだね、うん、だからそこでそのもっとなんかその世界を壊す責任も背負えると思ったんですよね、うんうんうん、でもあれはなんかこのなし崩しに壊れて出てくるじゃないですか、あそこでなんかその一つの世界を壊すっていう判断を主人公は取ってもよかったんじゃないかっていう、なるほど、のがあって、そう生きてくれてもよかった、そう生きてくれてもよかったってのがあってなるほどね、でさっきの小川さんが言ってたその女性キャラが、うん、すごい、そう女性キャラ、ね、ものすごい決断をしてたっていうのが、うん、僕最初あんまり逆というか、むしろお母さんは確かに今言われて本当にあの選択したんだって思って、うん、あすごいなって思ったんですけど、うん、僕最初出た時にその真人に対しては、真人ってまあ何する、その真人軸で住んでるから真人の未来っていうのは決まってないじゃないですか、うん、でその夏子さん、夏子お母さんも半分ちょっと決まってるというか、その子供いい子を産めよみたいな、うんうん、いい子って何やと思ったんですけど、とか死ぬけど真人を産めみたいな、うん、産むみたいな判断していて、真人をあの姫が、あっていう判断しててるように見えたんですよね、うん、そのずっと固定みたいな、うんうん、なんか彼らじゃない、彼女たちが何か別にその選択肢がすごい狭いように見えたんですよね、うんうん、でも狭いように見えたんですけど、それは確かにその選んだから狭く、この道だって選んで出てるからそう見えたっていう裏返しなのかみたいな風に思って、ああなるほどねって今聞いてて思いました。そうね、だからそうね、なんかちょっと気になるのは、別に俺個人的にそこにちょっと怒りが出たわけでは全くないけど、はいはい、まあ、人によっちゃ、はい、なんかあ女性像、なんか男が考える、はい、なんか全てを受け入れる母みたいなのを書きすぎてんじゃねっていうのは、まあ人によっては気になるポイントなのかなってちょっと思ったりはしたけど、あ、そこもその人によってはっていう感じでしたら、どっちかっていうと、あ、まあ、そうだよね、そうそうそう、あ、これってとこの人大丈夫かなみたいな、そうそうそう、なんかヒヤッとしてしまうみたいな、分かる分かる、ヒヤッとする、別にヒヤッとする人によっては怒りそうだなみたいな感じだよね、はい、ヒヤッとするのと、まあ、別で彼女たちはもう選択をしてるじゃないですか、うん、してるのがなんかさせられてるように見えてしまったというか、あ、そっちね、そっちか、俺はもうどっちかって言ったらすごくあの責任っていうか、はい、それでも受け入れてる選択を自らの意思でした女子っていう、な、女性みたいなのを描いちゃってるから、はい、まあそれが悪いとかじゃないんだけど、はい、まあそうまあちょっとヒヤッとするというか、ヒヤッとしたのもありますし、それとは別でその選択を強いられてるかのような気持ちをしてしまったっていう、ありましたね。でもやっぱ実際あの時代はそうなんだろうし、まあ宮崎駿さんがね、別に今、うん、
あのような時代を生きた人ではあるよね、はい、だってなもう、そうですね、年齢的にはね。だからいやそうちょっとこう女性と母像みたいなところは、ちょっとスーパーマンの思想とか強い意志を持ってる母であることを描いちゃってんな、うん、と思ったけど、なんかちょっと細かいところもいいですか、ちょっと長くなってますけど、過去最高、はい、長編になってるけど、もう行こう。僕あと気別に気になったとかじゃないんですけど、インコ帝国みたいな時に、そのうちわみたいな、なんか看板みたいなので リッチみたいな書いてあったじゃないですか。あったっけ、覚えてる。そのインコたちがオーガでできるわーみたいな時に、本当にライブの時に見せるうちわみたいな感じで、あったっけ、ちょっと覚えてる。なんか掲げてたとこに DICH みたいなの書いてあって、アルファベット書いてあったんですよ。へー、でそこで僕、え、この世界アルファベットあるんだと思ったんですよ。確かにちょっと違和感あるな、ちょっと違和感あって、でこれなんでかなと思ったのが、最初にその死の墓みたいなところには漢字書いてあって、うん、そうよく考えたら扉も数字やったなと思って、ああああそうね、でなんか、まあ、数字は違和感なかったんですけど、多分あれ先に日本語見てたからなのか、なんかちょっとえなんで英語ってちょっと一瞬思って、確かに確かに、でもなんか YouTube でじゃないわ、 YouTube じゃなくて村上隆が、あの美術家の、インコっていうのは結構西洋のまあメタファーなんじゃないかみたいなこと言ってて、それがまああのインコっていうあの動物ペットとして、まあ、海外から来た鳥みたいなので、あれ西洋のなんかなんじゃないみたいなのを言ってて、ツイッターで、あだから英語みたいな、でアオサギは日本固有種でみたいな言ってて、みたいな。なるほど。だけど、であと、アオサギ最後あれ友達になってんすか？いや、友達もいてな、みたいな。確かに。あれよくわからんかったな。なんか彼のモチベーションあんまよくわからなかったっすね。彼のモチベーションもよくわからんかった。一応あれか、途中で、まぁ、あ、一回この口ぶしパン打たれて、はい、なんかあの、コルクで、はい、埋めて、キューみたいなやつやって、なんか、喋ってたら、まぁ、あ、うん、手伝ってやるよみたいなね、はい、彼だってなんかおとりやるからインコ、はい、確かにあいつ いつあんなに仲良くなったんですよ。そうなんですよね、いつの間にやら仲良くなったってそうね、よくわかんないし。で、前気になったのがなんか主人公だけ、あの普通の髪型っていうか、あの時代で坊主じゃないんやみたいな、チャラい髪型して、チャラかったですよね。あれなんなんですかね。あれは主人公だからですかね。主人公だからなんじゃない。そのちょっとのうーんって思って。今ボやっぱ坊主の人ちょっとあれなんかやりすぎ感もあったのかな。ああ。だってそんなこと言ったら王子さんなんてもうワックスガンガンみたいな髪型してたからな。いやあれはあれはちょっと人間界の人じゃなくなってる感じしません？なんかもうちょっと。まあそうね。あっちの世界のじゃ。だいぶギャツビー、はい、ベタ。ベタ付けだったけどもあと映像なんですけど、あの そこ最初にあのカエルがベタベタって上がってきて、みんながなんか行けみたいなのが言ってるじゃないですか、僕あのシーンが一番見てて上がったんですけど、どこが上がりました？あ、映像美と映像美として上がったとこは、あそこが別にあんま上がりはしなかったっていうか、あ、ジブリっぽいなってずっと見てて、そうね、あ、でも、うん、印象、まあ印象に残ってるのはやっぱあれかな、火のとこかな、火でペリカン焼くとこかな。あー、あの氷見がやってる、氷見が白いグデ玉をペリカンが食べていくから、はい、それをペリカンとグデ玉ごと焼くっていう。あったな。まあ、あの記憶美しかったかどうかさておき、はい、印象に残ってる。僕割と あんま残ってないですよ。なんか来て焼いてるのは覚えてるんですけど、焼くシーンが実際どんなだったかあんま覚えてないんですよ。あ、まあ、焼くシーンというかあれかな、そのちょっと前のそのグレ玉が、うん、あつって DNA みたいな DNA みたいな感じでぐるぐるぐるいってっていうところで、なんかこう
そう、あとそうだ、そう、あのペリカンが食うやん、はい、その食ってたやん、はい、なんかグレタモ、そうグレタモ、はい、食うんかと思ってそれ、いやいや、はい、いやいいやけどなんかそうそう、いや、うん、いや別にこれ嫌とか違和感があるとかじゃなくて、はい、そう、あのペリカンの口で食うやん、はいはい、そのペリカンの口でこのグレタモを食うからさ、はいはい、いや食ってんなっていうかそれなんかそのもうなんかもっとそペリカンもなんか別に、まあ、わ悪いわけじゃないんやけどさ、なんか今思ったんですけど、えコウノトリってペリカンなんですか？あ全然わからん。ペリカンとコウノトリって別に違うんか、一緒、なんか赤ちゃん運んでくるとか言うじゃないですか、コウノトリが。でもそれ言ったらグレタマって赤ちゃんみたいな、赤ちゃんみたいなもんだね。でもそれは対立してるような描き方だから違いそうではあるけど、ね、コウノトリってコウノトリはコウノトリなのかな、ちょっと待ってください、過去最長になってしまった今何分ですか？もう39分53秒。まあ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 、あちょっと違う生き物っぽいですね。違う、コウノトリとペリカンは。いや喋っちゃいましたね、喋っちゃう、40分超えですわ、はい、まあ、たまにはねこういう回もあっても確かにいいんじゃないですか。まあこのような形で雑談をしながら、はい、あちょっと待ってください、まだ終わんないですけど、たまに、まだ終わんないんですけど、まあ、終わるっしょ、ちょっと待ってください、だいぶ今締めに入ってる、もうちょっとだけ喋っていいですか？だいぶ雑炊食ってたよ俺本当にちょっともう一品だけ、あ何ちょっとハイボール残ってるんで、何何何で、なんか 見終わったと思ったのが、うん、なんかあれええやんみたいな、なんか子供とか見たら良さそうやんって思ったんですよ。ほう、あの映画を。お、坂田が思ったこと。はい。なんか割と大人向けなのかなと思ったんですよ。みんなが賛否両論でどうこう言ってて、でもなんか普通になんかファンタジーな話でさ、これ子供とか見たらええやん。僕思ってたんですよ、うん。でも子供全然入ってなかったですけど。入ってないよね。子供入ってないよね。はい、で、まあちょっとポスターがなキャッチーじゃないからな。はい、でなんかそう思った時に、あ僕大人になったんかなと思って、確かに、えでもあれはまあ大人向けなんじゃない、あ僕がその子供が見たらええやんっていう感覚を持った時点で、あそういうこと、ね、確かになんか大人になったのかなっていうのと、あとやっぱ何かをさ、はい、これ子供見た方がいいなって思うのよくないよな、よくないです、それめちゃめちゃよくないと思います、ね、もうその時点で間違ってるやん、子供舐めてます、舐めてるよね、うん、私自分が子供だったら絶対嫌やもん、うん、そう言われたやつとか見たくないもん、はい、いや本当に、でも説教臭さはありましたよね、あの映画も、あったけど俺もでも正直言うと俺もっと説教臭い映画かと思ってたのよ、あ最初君たちはどう生きるかみたいな、はい、もうグロいタイトルで、はい、なんか宮崎駿が何年かけてみたいな、はい、もう説教臭さ満載、俺浴びに行こうと思って、はい、いや本当に、はい、そもうなんならそれでいいと思ってたんだけど、はい、意外となんかその父性母性の話は一旦あさっておき、はいはい、好きに生きろみたいな、まあまあ、そうそう割と好きに生きろ系だったなと思って、もっともっとぶったたきてもっと、はい、もっと持論ぶちかまし、はいダメでしょって言われるんだと思ってたから、はい、でもなんか好きに生きろもせこくないですか、そのこう生きろって言ったとこで、でいや違うんだで、そのあれじゃないですか、うん、交代って起こるわけじゃないですか、うん、好きに生きたらいいんだよって言ったら好きに生きるよってまんまなんかその支配下に置かれてるような感じもちょっとするとか、いやちょ考えてるやん、でそれだったら原作は最後の文が君たちはどう生きるかつって終わるんですけど、うん、ゴリゴリにこう生きなさいっつってんですよそうなんだでってんですけど、でも原作の方はおじさんがまあ大学の修士を出たとかで、まあ同世代とか、うん、で子供の方は中学生ぐらい、うん、で中学生か高校生ぐらいで、でもこっち読んでた時の方が僕全然キッズの気持ちだったんですよね。へえ、うん。ちょっとそれはあれだな、俺が原作読めてないからだけど、まあそんなまああれとして、なんで子供とか見たらええやんって思ってる時点であんま乗り切ってはなかったのかなとか、あ確かに感動しきってはなかったというか、確かに確かに、どうなんだろうなって、そうな、米津玄師の曲も僕1秒も覚えてないんですよ、どんな曲だったか一応気になったから後から何回か聞いたから覚えちゃった、はい、覚えちゃったか、あの記憶にあるけど、はい、確かにいやでもっと説教臭いと思ったわ
意外と確か確か意外と身構えすぎちゃったら意外と自由にというわけで、はい、まあ、こんな感じで雑談をしながら、はい、しっかりたまにねこういう映画とかドラマのドラマはなってないかドラマやってないですね漫画あのねこういう感想ダベリ会もたまにやっていくので、はい、ぜひぜひコメントとかいいねとかねチャンネル登録とかお願いします。あと、ポッドキャストでも配信してますので、はい、まあ、Spotify とか、はい、Apple のポッドキャストとかで検索してもらえるとあと概要欄にも貼ってるんでそこから飛んでもらってはいはい聞いてください。あちなみにこれいつもこれで終わりはもう終わるんですけど、はい、あの逆にこれ坂田にこう釘を打つために、はい、俺やっぱビバンとかビバンとじゃないビバン会やりたいのよ。あやりましょう。あのドラマのドラマの今現在で進行中のビバン。ちょっと見ますわ。そう絶対こうもうやんないと、はい、これで絶対やんないとこれでね任してくださいというわけで僕やりたいことあるかな今回はカオスゲーム会をちょっと追ってきたいですけどね。そうだね。あってこれ2巻次読んまだ読めてないけど、ね、ちょっと読んだよまた第2回やっていきましょう、はい、じゃあ今回終わりますか。はい、あたしじゃあいいあたしたいっす